毎度のような話題ですが、今回も尖閣諸島問題について見ていきたいと思います。アメリカが重い腰を上げたようですが、さて、日本も何か対応すべき時ではないかと思われます。もうじき開催されるはずの北京オリンピック前にアクションをした方がいいのでは？2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議なるものが開催されました。その会議の結論として、外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるという考えを示した上で、海上保安庁法の解釈を明確にしたのです。実は、2日前の2月23日、アメリカ国防総省のカービー報道官の声明がありました。日本領である尖閣諸島周辺海域で、中国海警局艦艇が日本領海へ侵入を繰り返していることについて、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると、中国政府を非難するとともに、尖閣諸島における挑発行為的予測中止するように要求したものでした。追加として、彼は、アメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持すると、発言したので、日本国内では、尖閣諸島について、日本の主権を、アメリカが認めた発言だとして、大きな好感を持って受け取られました。こういった流れを受けた上での危害射撃容認発言だったのですが、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのも、ほんの束の間でした。中国が、アメリカ高官の発言を黙って聞き逃すはずはありません。カービー氏の発言に対して、翌24日、中国外務省の広志副報道局長が反論を展開しました。上魚島諸島、尖閣諸島の中国名は、中国固有の領土、アメリカと日本による安全保障条約は、東西冷戦時の産物であり、第三国である。我が国の利益を損なうことは許されない。東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないと記者会見で主張し、アメリカと日本を牽制したのです。中国の意見にビビったわけでもないでしょうが、2日後の26日、再び記者会見をしたカービー報道官は、23日の尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正しただけでなく、尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないとしたのです。つまり、今までアメリカ政府は尖閣諸島について日本の施設権は認めるが、主権はうやむやで日本領土までは認めないと言っていたのですが、その立場を継続するということだったのです。彼は、さらに、日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言しました。アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、経済的に強い結びつきのある中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままということですね。日本に何かあった時にも、どっちつかずなのかな？と心配してしまうのは、私だけではありませんよね。一年遅れの東京2020オリンピックは、コロナウイルス蔓延を尻目に、2021年7月から
国民の不安や不満をないもののようにみなして開催されました。この東京オリンピックの期間中は、中国艦艇の動きは一時静かになっていました。世界の目が東京、日本に向けられていた時期ですから、余計なことはしなかったのでしょう。しかし、オリンピックが終わり、秋になると、再び連日の中国海警局艦艇接続水域及び領海への侵犯が続くようになりました。11月19日には、海警局艦艇4隻の領海侵入があり、2021年では31回目となったのです。この行動に背景として推理されたのが、11月9日の空自とアメリカ空軍の訓練でした。空自のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が、尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したのです。この訓練も、尖閣諸島や台湾有事を念頭において実施されたものだと話題になっていました。中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのは、この訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見が多いのです。ここで尖閣諸島について改めて説明しましょう。石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島。行政区分は沖縄県石垣市に属しています。諸島ですから、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などがあります。この一帯を尖閣諸島と呼んでいるのです。古くは鰹節工場があって、日本人が居住して作業していたそうですが、第二次世界大戦後中に引き上げ、1940年、昭和15年以降は、すべての島に人はいません。現在は、久場島と周辺小島は、私有地になっています。その他の島々は国有で、久場島と大正島は、日米地位協定に基づき、アメリカ軍に提供された形になっています。1895年、明治28年、1月、日本が、尖閣諸島を沖縄県に編入して、以後、領土として支配していました。しかし、太平洋戦争で敗れたため、沖縄がアメリカの統治下に置かれたことで、沖縄県に属する尖閣諸島の行政権が停止されてしまったのです。1951年、昭和26年、9月、サンフランシスコ平和条約において、日本は台湾とホウ、湖諸島の領有権を放棄しました。その際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本領として認められましたが、アメリカ統治下に置かれる状態は継続することになりました。当時の中国と台湾は、この事態に異議を唱えることはなかったということは、形の上では、尖閣諸島が日本領であることを認めていたということになりますね。アメリカと日本が、尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄海事、海協定に署名したのが、1971年、昭和46年、6月でした。翌年、沖縄は日本に返還されました。それまでは、日本でありながら、本土への移動にパスポートが必要だった沖縄の人たちの長年の願いが叶った時でした。ところが、この沖縄返還直後から、今まで尖閣諸島については何一つ、触れたことのなかった台湾と中国が、それぞれ、自国に領有権があると主張し始めたのでした。まず台湾の主張です。1895年、明治28年、
に締結された日清戦争後の下関条約により、台湾と尖閣諸島などの島嶼が日本領になりましたが、1951年、昭和26年のサンフランシスコ条約によって、中華民国の帰属とされました。この事実があるため、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移した。こと、中華民国である台湾の領有権とは別物であると主張したのです。一方の中国、中華人民共和国の言い分です。尖閣諸島は、明時代の古文書に記されていること、中国大陸の歴代王朝君主は、領土に尖閣諸島を含めてきた歴史的事実があることを理由に、従来は中国の教科書に尖閣群島と記載してきたものを、1971年12月の尖閣諸島領有権を主張する声明に合わせて、釣魚大列書と表記を変更しています。明の時代は、1368年から1644年まで続いた長期政権です。1368年といえば、日本は室町幕府足利義満の時代です。そして、1644年は、江戸時代初期で、島原の乱の7年後ということになります。そんな昔のことを根拠にされても、と思いますよね。だったら、古事記や日本書紀を持ち出してもいいのかと思います。台湾と中国が、1971年にいきなり、尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由ですが、2年前にありました。1969年5月、国連アジア極東経済委員会が、東シナ海の学術調査結果を発表したのですが、その中に、尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったのです。数年後の1973年の第一次オイルショックは有名ですが、石油は今以上に貴重な資源とされていました。太平洋戦争の原因の一つとも言われていますよね。その石油が埋まっているかもしれないということで、尖閣諸島が逆光を浴びることになったのです。アメリカも沖縄だけでなく、尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きがあるらしいとされましたから、石油を日本に奪われてはならない、そんな思いもあったのではないでしょうか。台湾を自国領として完全に支配しようとしている中国からすれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の自衛隊にプレッシャーをかける意味でも、尖閣諸島占有が重要なポイントになります。台湾侵攻と同時、もしくは直前に尖閣諸島を占拠して軍事拠点化する可能性が高いと推測されているのです。様々なことを考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思われます。残念ながら、中国が実効支配への足固めをしている、着々と進めている現状では、自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって領有権を主張することがまずやるべきことではないでしょうか。同時に、アメリカはもとより、世界の国々に、日本の主張を訴えていくことも必要だと思われます。